はい、こんばんは。何事も浅く広く、カメラなどの話チャンネル山でございます。今回はザハトラさんの雲台のお話になるんですけども、肝心なこの雲台、私のチャンネルで紹介していないことを今気がつきました。こちらのね、JITSO の三脚はご紹介した記憶があるんですけれども、雲台ね、レビューしてないっすね。はい、まあこれはね、じっくり使ってからレビューしたかったので後回しにしてたんですが、さすがに忘れてました。ということで、こちらのレビューもしたいんですが、その前に、まあ、これはね、もう少しじっくり使ってから、もっとじっくり使ってからレビューしたいと思うんですが、こいつを持ち運ぶ時にね、よく使ってる方多い三脚なんですけれども、むき出しで持ってくのはね、ちょっと高い雲台なんで怖いというところもあって、何かねカバーしている方が多いです。私がよく見かけるのはゴルフのね、ドライバーのカバーだったり、あるいは帽子みたいなものだったり、ちょっとね毛糸で編んだようなものをかぶせてる方多いんですけれども、なんかいまいちしっくりこないし、一度ねかぶせてみたこともあるんですけど、ガバガバですこすこ抜けてしまって、なんかいまいちだな、何かいいものないかなと考え探していたところ、ちゃんと専用品があることに気がつきました。これもね、前ご紹介した64のフードキャップ、あるいはレンズキャップと同じメーカーなんですけれども、ロランプロさんのザハトラのね、専用のカバーでございます。このカバーは8型っていうのかな、 FSB8 専用となっておりますね。あ、これ10もいいのかな。まあ、いわゆる専用品なんで、しっかりはまるんじゃないかと思って購入させていただきました。まあ、高い雲台なんでね、しっかりカバーしたいですよね。カバーだけに。ロランプロさんの64のフードキャップもめちゃくちゃ良かったので、まあ、レビュー見ていただくと分かるんですけど、めちゃくちゃ良かったんで、こいつにも期待しております。はい、開封終了しました。材質的には意外と柔らかい感じ。よいしょ、ペリペリで止めるような仕様になってますね。2箇所ペリペリが外れました。で、どうすんのかな、これ。なんかちっちゃく感じるんだけど大丈夫かな。あ、こうか。こうして、よいしょ、はめ込んで、あとはペリペリをはめるだけですね。めちゃくちゃ簡単。ちょっとこれ寄せすぎたわ。どれぐらいかな。あ、こうだこうだ。あ、こんでいいんだ。いいじゃん。よいしょ。まあ専用品なんで当たり前なんですが、めちゃくちゃぴったりです。はい、こんな感じでめちゃくちゃぴったりです。ここにノブと言いましょうか、バーをねつけてる方もいると思いますが、バーをつけたままでも装着脱着が可能なような感じに考えられていると思います。両方あるんですけどね、こういうふうに両方あるんですけど、両方ともはめたままカバーがつけられるような仕様になっているので、この辺りよく考えられているなとパッと見思います。ちなみに私は使わないので、この状態なんであまり意味はないですが、まあ、脱着が簡単なんでね、こういう感じかな。はい、いいですね。はい、こう運べば傷もつきませんし、三脚はね、まあ頑丈であまり壊れることがないようなタフなんですけれども、まあこの雲台はね、いわゆるギア雲台、あるいはオイルを使っているものなんで、精密機器なんで、このままガシガシ運ぶのは怖いんですよね。ということでね、この布1枚覆うだけなんですけれども、非常に安心感があります。厚みもね、そんなめちゃくちゃ厚いものじゃないんで、まあ保護性能あるかといえばそこまではないかもしれませんが、ただね、どっかに擦れたり、あるいはね、多少のね、ぶつけにはね、対応できると思います。まあ、毛糸の帽子やドライバーのね、帽子をかぶせている、もっとね、大差ない強度はあると思うので、しかもね、専用品なんでめちゃくちゃしっくりきますね。素晴らしい。これもアリエクスプレスで購入したんですけれども、別日に買ったのになぜか、フードのね、キャップと同じ日に送られてきました。しかも同梱包で、なんかまとめられて送ってきましたね。
アリエクスプレス初めて使ったのでこういうもんなのかなというのをちょっとびっくりしたんですけれども、違う店舗で買ったんですがひとまとめにして送られてきました。しかも途中の経由地でひとまとめにされたのかな、そんな感じでしたね。こちらのカバーはいろいろなね、これも型番があって間違いないようにしないとしっかりはまんないと思いますので、特に結構これぴったりだったんで型番間違えると多分はまんないと思います。これもねしっかり型番を見て、購入してください。ちょっとずれてるわ、よいしょ、ぴったりだね、ほんとびっくりするぐらいぴったりなんで型番間違えないようにお気をつけください。そしてこの柄もね、某メーカーとねよく似通った、柄なんですけど、こういうのは衣装とか大丈夫なんですかね、多分合わせてもあまり違和感なく合うと思います。まあカモフラージュ柄なんでこの三脚とね微妙にデザイン違うんですけど、まあそこまで私は気にならないですね。まあ統一したい方はいろいろ多分このカラーも選べたと思うので、メーカーに直接問い合わせる必要があるかもしれませんが、合わせることもできると思います。あとねどうしても外国とのやり取りになるのでほぼ日本語でいけるんですが、若干英語等が必要になってくることもありますので、そちらのね覚悟はいると思います。普段 Amazon や楽天で購入するのとはちょっと違いますので、そのあたりの注意は必要だと思います。まあね Amazon や楽天で売ってくれてもいいような気もするんですけどね、特にフンダイ売ってるメーカーとかね楽天さんあると思うんで、そういうとこもこのカバーをセット販売とかしてもいいんじゃないかなと思うんですが、こんだけぴったりならねいいと思いますけどね、どうなんでしょうね。私だったら即購入してしまうと思います。カバーセットとかあったらね、もうこんだけぴったりならいいもんね。楽天やアマゾンでも売ってるんでしょうか、私はねちょっと発見できませんでした。はい、ということでまあ別に特段これ以上話すことないんですが、こんな感じで専用のカバーを購入したという動画でございました。この中のね雲台、ザハトラさんのね雲台のレビューも、まあ、近々なのか1年後なのか分かりませんが、そのうち上げようと思ってますので、気になる方はねぜひともチャンネル登録してお待ちいただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。このチャンネルではねこういったカメラのアクセサリーあるいはカメラレンズ等のレビューをしてまいりますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。またツイッターインスタグラムもやってますので、そちらのフォローよろしくお願いいたします。そしてこの動画少しでもいいなと思った方、いいねボタン押してくれるとめちゃくちゃ私が喜びます。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ、またね、さようなら。